今道内では新たに1854人の感染が確認されました感染者の内訳を見ていきます札幌市が766人、6日連続で1 0 0人を下回っていますそのほか、旭川市で95人、函館市では86人新興局別では都価値が205人 石狩が二百四人、胆振管内が百五十二人。まあ、こちらの黄色い地域が感染者数多いな、という傾向ですね。カレンダーも確認してみましょう。先週の木曜日と比べて、千三百人以上少なくなっているのがわかります。これは連休中で検査数が少ないということもあるかもしれませんが、六日連続で前の週の同じ曜日、減少しているのがわかります。 こうした中ではありますが今ゴールデンウィークの U ターンラッシュがピークを迎えているところです住んでいる地域に新たに新型コロナのウイルスを持ち込まないよう改めて基本の感染対策徹底をしていきましょう